市名の由来になった、宗者宗者市は、岡山県の中南部にある市である。かつてのキビ国の中心地域で、キビ文国後は、備中国の国府が置かれ、国府が廃れた後も備中国宗者宮が今に残る。宗者市宗者地区は、備中国宗者宮の鳥居前町、街道の宿場町、浅尾藩の陣屋町として栄え、宗者宮を中心に、 町が構成されていたので、通称、僧者と呼ばれていた。これが、今日の僧者という町の名の起源。桃太郎伝説のモデルとされる、キビツ彦の命と、鬼神、女の伝説が古来より残り、女の居城でもある、鬼の城跡がある。また、火星、雪舟の生誕の地でも知られ、備中国分寺や大小多数の古墳など遺跡、史跡が非常に多い。 現在の総社市は2005年に、初代、総社市、筑波郡、山手村、西音村の一市二町が合併したに伴い、新設された二代目の市である。また、総社市と倉敷市真備町で、総社県を構成しており、ゴミ処理は同県域において行っている。かつて、同じ紀備郡だった、岡山市北区足森、高松、加賀郡紀備中央町山和ともつながりは強い。 人口が増加傾向にあり、7万人近くにまで増えている。岡山市のベッドタウンとして発展している。総社市中心部周辺の空中写真。2007年10月10日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域を北西から南に高橋川が貫流している。 北部、西部は、キビ高原の南部に位置し、南部も、また丘陵地帯を形成している。市街地となっている、中央部は、元来、高橋川の氾濫源で小盆地を形成している。総社市旧機米村の歴史は、西恩村遠隔、旧山手村の歴史は、山手村遠隔をそれぞれ参照。総社市突起なき場合、日本の歴代市長、 市政志向100年の歩みなどによる障害者専任人雇用の取り組み片岡市長の2期目の公約として掲げられた主要政策の一つ。2011年から2015年までの5年間で総社市が官民一体となり総社市内に障害者専任人が就労できる場を作る政策。この取り組みを促進するため総社市障害者1人雇用委員会を設置したほか。 総者市障害者専任雇用推進条例の制定、障害者の就労生活支援機関である、障害者専任雇用センターの設置、ハローワーク総者と共同で、福祉から就労へ向けた支援を行う、就労支援ルームの設置など、障害者の就労を促進するための取り組みを行っている。2014年10月1日現在の障害者、就労者数は800人となっている。 食べ総社市の農家が栽培した野菜を総社市内で消費する地産地消の取り組みを地、食べと呼んでいる。2011年、学校給食での市内産の農産物使用率35%を目標に取り組みを開始。総社市から認定を受けた生産者や生産者グループが栽培したキャベツや白菜、大根などが学校給食の献立で使われている。 2013年の学校給食での使用率の実績は31.1%。一般財団法人総社地食べ公社が主に地、食べの事業を担い、野菜の買い付けや集荷、出荷システムを構築し、生産や販路の拡大を図る。市内のスーパーマーケット発店舗に直売コーナーを設けて総社産の野菜を販売している。この取り組みにより、 小規模農家の生産意欲向上や有給地の活用などが期待されている。総社市新生活交通、摂州君総社市内の希望する場所から場所へ一人、一乗車300円で送迎する予約型で、乗り合い方式のデマンド交通、摂州君ん。2011年4月1日スタート。8人内し5人定員の車両9台で、市内全域をカバーしている。運行は、 委託を受けたバスタクシー事業者が行っている。利用者は徐々に増え、2013年6月には目標としていた接種区1日平均利用者250人を突破。買い物や通院などの外出で市民の身近な交通手段として定着してきている。市内の事業所は待合所の設置や予約の代行などで運行支援。新しい公共交通のモデルとして、 他の自治体からも注目されている。子育て王国総者、子育て王国総者をキーワードに行政をはじめ市民団体、NPO 法人などが子育て支援に取り組んでいる。公募で得たマスコットキャラクターのチュッピーはこの施策の推進の象徴として市民に広く認知されている。町全体で子供の育ちを支える仕組みづくりのもととなる。 子供条例は2009年11月に施行。小児医療費無料化の対象年齢の拡大をはじめ、乳幼児とその保護者の交流の場の開設、子供議会や子供会議の実施、子育て支援の情報をまとめた冊子の発行など、多岐にわたって支援策を展開している。ゴミ袋変動相場制2010年10月に、市指定ゴミ袋の販売額を半額にした。その際、 今後3年間の家庭ごみ排出量によりし、指定ゴミ袋の販売額を上下させることを市民と約束した。これがゴミ袋変動相場制のスタートとなる。指定ゴミ袋への広告掲載、市内の小学校での環境デマエスクールの開催、像が、が戸年指定ゴミ袋の交換、家庭ごみ量の状況の試行方針への掲載など、市民の目を引き、 ゴミ原料の意識向上につながる様々な施策に取り組んでいる。家庭ゴミ排出量が平均7.7%原料。この実績を踏まえ2013年10月から指定ゴミ袋の料金を7.7%値下げした。今後も3年をめどに指定ゴミ袋の販売額を見直すこととしている。総社観光大学2011年に開校した。 僧者の観光とその魅力を学ぶ僧者観光大学。修了者には僧者の観光の魅力を伝え広める伝道師としての活躍を期待し観光ナビゲーターの称号が与えられる。この大学は僧者の観光のあり方を協議した僧者観光プロジェクトが2010年市に提出した報告書で示した提言の一つ。僧者の観光を体験した。 受講生の口コミによって、総者への観光客を増やす取り組みとなっている。総者、キビロ、マラソン歴史ロマンあふれるキビロを舞台に、フルマラソン、ハーフマラソン、10キロメートル、5キロメートル、3キロメートル、ファミリーマラソンの種目で行われ、老若男女が走ることを楽しむ。1994年2月、総者市に発着点を移し開催。 2003年2月まで10回開催。5年間の休止の後2009年2月にリニューアル開催して以降、毎年エントリー数は着実に増え、5年目の2013年の大会では18,377人がエントリー。フルマラソンを持つ大会としては、中、四国地方で最大規模、全国的に見ても10本の指に数えられるような、 参加者の大会となった。1 0トルとハーフマラソンは日本陸上競技連盟公認コースに認定されている。フルマラソンやハーフマラソンは、微中国分寺や桜山古墳をはじめとした文化遺産など、キビロの史跡をめぐるコースを設定し、全国各地から集まるランナーに人気が高い。市内の店舗ではランナーに特別サービスを提供する。 丸読サービスが実施され、市内経済の活性化を図っている。岡山市を発着点に1993年まで12回開催。その後、資金面、交通事情等の理由で、開催中止コース、種目については、交通事情、参加者の増加に対応するため、小変更を繰り返しながら開催している、多文化共生2009年6月。 世界各国での活動経験から得られたノウハウを、総社市の多文化共生施策に生かす目的から、医療系、国際救援系の NGO であるアンダグループと多文化共生に関する協定を締結し、外国人市民との顔が見える関係づくりを構築し、行政施策に反映している。また、外国人コミュニティを通じた、行政情報の提供など、各種機関、団体と連携し、 外国人市民が自立し、安心して地域で生活できる基盤づくりを推進し、真の多文化共生の街づくりを目指している。協定内容、NPO 法人アムダと岡山県立大学と総社市の3社、協定2013年9月に認定特定、非営利活動法人アムダと、公立大学法人岡山県立大学と総社市の3社が災害支援、 地域振興、教育、人材育成、福祉事業の分野で連携協力する協定を締結。主な連携協力事業は次の通り。福祉文化選挙都市総社市の目指す都市像を全国屈指の福祉文化選挙都市都市2015年12月に全国屈指福祉会議を設置。2016年4月に策定した第2次総社市総合計画の目指す 都市像としている。会議では、高齢者部会、医療体制整備部会、発達障害児支援部会、待機児童ゼロ部会を設置し、高齢者世帯の孤独感からの脱却、救急から在宅までの医療体制整備、3年以内の待機児童ゼロ、発達障害児の支援体制の整備について、各部会で施策を検討、決定し取り組みを行っている。 外洋自動車部品の工業団地が、新壁、イジリア地区と、釧路地区にあり、企業団地組合、共同組合ウィングバレーを形成している。また、赤浜にも、企業団地があり、テクノパーク総社を形成。他にも、企業誘致によって、カルピス岡山工場、山崎製パン岡山工場、連合岡山工場、鈴木治製センターユニチカ総社時は工場、 気分食品岡山総社工場、忍ぶーズ岡山工場が立地している。三菱自動車自動車部品の製造は、総社市を支える最も大きな産業であり、その多くは倉敷市水島にある三菱自動車の下請け企業であるため、三菱自動車の経営状態は、総社市に対し大きな影響を与える。2000年から2004年頃の三菱リコール隠し、問題や、 2008年からのリーマンショックによる不況などは三菱自動車に深刻なダメージを与えたため、総社市にも大きな打撃となった。そのため、不況時には様々な三菱自動車支援策を実施している。市街地を除く全域で農業が行われている。主要農産物岡山県立大学大学、短期大学高等学校中学校。 小学校総社駅市の中心となる駅、総社駅市外局番は0866となっている。なお、倉敷市麻美町は2009年6月1日に総社 MA から倉敷 MA に変更され、以降、総社市と倉敷市麻美町との相互通話は隣接扱いとなった。また、総社市内においても一部加入者の電話番号が変更になった。 郵便物の周配は以下の郵便局が行っている。ケーブルテレビ地上波テレビ放送しない平地部のほぼ全域では、総社中継局と岡山本局がカバーしており、双方とも受信が可能である。総社局は出力が小さいが設置場所が市内のいよぶ山であるため距離が近く、岡山局は設置場所が岡山市南区。 玉野市境の近鉱山であるため距離が遠いが出力が大きい。山間部では多くが南市町地域と呼ばれる中継局が設置されていないか、設置されていても美袋中継局のように NHK と RSK しか地局していないような場所が多いためアンテナを立てずケーブルテレビに加入したり共同受信アンテナなどを経由して視聴している世帯が多い。また、 高橋よりの種井地区では、市境付近にある高橋中継局の VHF 局が受信可能である。いずれもアナログ放送のみであるため、アナログ放送終了後はケーブルテレビに加入するか、可能であれば高性能アンテナを用いて岡山局や総社局を受信するしかない。地上デジタルテレビ放送は、岡山局が2006年12月1日から開始しており、 そこを受信する世帯やアンテナの向きを調整して、岡山局を受信すれば視聴が可能である。総社局のデジタル放送は2010年12月に開局予定であるため、そこを受信する世帯が、地上デジタル放送が視聴可能になるのはそれ以後になる。FM ラジオ放送 AM ラジオ放送市内には、岡山市西部にまたがる観光エリア、キビロがある。 合計50音順。出身地区は公表されているもののみ記載。たったい12カ護組合は、総社市、岡山市及び倉敷市で構成する組合である。平安時代末期に作られたと伝わる12カ号用水の水利渡航の事務を行っている。同用水は、総社市イジリアにある高橋川合同関で、取水している。 1983年に深市遺跡構築800年記念秘書幕式が行われている。ありがとうございます。